皆さんこんにちは、ミキ先生でございます。今日はですね、日産の iPad イベント2回目でございます。4月2日春休み真っ只中でございますけれども、今日はですね、日産ギャラリーに来ております。はい、ということで今日は車の書き方をですね、皆さんに教えていきたいと思うんですけれども、来れなかった皆さんね、ぜひやってもらえると嬉しいです。ではでは頑張ります。それでは日産ギャラリーアミティ先生ヘリテージカーデザインワークショップインスプリングを開始したいと思います。今回ですね、ぜひ車とアートという観点からじっくりヘリテージカーに向き合っていただきまして、車っていいなと、なんかそんなきっかけになっていただければなと思っております。それでは本日のワークショップの先生をご用意したいと思います。アミティ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アミティ先生でございます。お願いします。わー、すごいたくさんこんにちは、よろしくお願いします。すごい満席ですね。ありがとうございます。立ち見の方もいらっしゃいます。よろしくお願いします。今日が日産のイベント2回目ということで、春休み真っ只中でございますけれども、集まりいただきありがとうございます。いつもこうやってイベントとかで呼んでもらってやるのはめちゃくちゃ簡単なのが多いですけど、今日のは少しだけちょっと難しいです。ただ、誰でも簡単に書ける方法みたいなのをみんなに紹介していきますので、ぜひ初めての人も頑張って最後までやってもらえると嬉しいなと思います。ということで、ちょっとね、時間が結構今日のやつはかかっちゃうので、早速始めていきたいと思います。では画面の方もお願いします。はい。では、今日どういう感じで作るかっていうのをちょっと早速見せていきたいと思います。写真の上から線をなぞっていくんです。線をなぞっていく。で、ここが今日一番ポイントになるんですけど、その線の綺麗ななぞり方っていうのを紹介しますね。で、線をなぞって、そこから色を塗って、影をつける。模様、ちょっと点々みたいな、この模様みたいなのをつけると、こんな感じのが描けるので、はい、これを皆さん描いていきたいと思います。では皆様、最初の画面戻ってもらって、写真っていう画面ありますか？写真。これで車の写真をタッチして読み込んでください。では、この上に線を塗っていくんですけど、このままだとちょっとね、この黒のタイヤのところとか線を塗るときにちょっと見えにくかったりするので、見えやすくするように、皆さん新しいレイヤーをグラスで追加してください。レイヤーを追加して、じゃあ白色を取ってください。白色を画面にポーンって投げてください。そしたら真っ白になります。OK、そしたらこの真っ白のやつ N ボタンタッチ、 N ボタンっていうのがありますね。 N タッチしたらここにね、スライドが出てくるんですけど、ここでそうですね、ちょっと見えるぐらい 20% から 30% ぐらい。そしたら新しいレイヤーをプラスで追加してください。レイヤー3です。ここに、ペンでなぞっていくので、インキングの中のスタジオペンっていうのを取ってください。スタジオペン。そしたらスタジオペン取って黒色取ってください。黒色で、ここブラシのサイズです。ブラシのサイズ、ブラシの太さ18とかかな、ちょっと太めでいきましょう。18、19、20ぐらいでね、なぞっていくんですけど、ちょっと一回みんな試しになぞってみてください。こんな感じで、で、ちょっと書いてもらったら分かるかと思うんですけど、結構なぞるのね、綺麗になぞれなかったりするんですよ。特に初めて iPad を使う人は本当にね、線とかも綺麗に書けないし、文字とかも綺麗に書けないっていう人ね、結構いたりするんですけど、ここで綺麗になぞる方法をちょっと紹介します。プロクリエイトには綺麗に丸とか線を書く機能があります。クイックシェイプっていうんですけど、丸書いてキュッとホールド、もう書きますね。丸書いて離さずにキュッてそのまましておくと、こんな感じで綺麗な丸になります。これもう一つあって、これ知らない人ね多いんですけど、キュッて長押しするでしょ。で、
丸になりました。で、手を離すと上に楕円形とかこうなんかちっちゃいマークが出てきます。で、ここの三角ボタンをタッチすると青い点々が出てきて、後から形をなんと変えられてしまいます。すごい、何でもありです何でもありになってきますね、こうなってくると。そしたら、こういうところなんか描けるような気がしてきませんか。描いてみましょう。丸描いて、手を離す、上タッチして、形を整える。はい、はい、簡単にここまでできました。すごい。丸描けました。丸描けたら、じゃあね、ボディのところ進んでいきます。じゃあここの上行きましょうか。ここね、ここね、まあ、普通にこうやって線でピュって描いてもいいですけど、やっぱり綺麗に描けないと。そういう時はギュッと長押しして、タッチ、線、はい、線の状態で上をタッチすると、線と円弧っていうのかな、これ円の方が出てくるんですね。で、これを押すとこんな感じでこうカーブを自由自在に操れるんです。例えばこことかも、こことかも綺麗なカーブが必要ですね。手を離す。こうです。これで今の2つやりましたね。丸、丸をきれいにやるのと、カーブ、カーブをきれいに作るの。これを覚えたら、ここ全部描けるようになります。なので、皆さん、今からですね、この、まあ、見えてる線ですね、をなぞっていってほしいです。まず、この赤色のボディのところからいきましょうか。ボディのところをなぞって、長い線とかは、このキュッて長押ししてから調整するっていうのをやるとかなりいいかなと思います。こういうところをこう押してキュッて長押し、はい、来ました。綺麗。はい、こういうところね、綺麗に綺麗に調整できます。これすごいでしょ。意外とね、プロクリエイト知ってる人でもこの機能使ってない人ね、いるので、こういう綺麗めの線っていうんですかね、を描くときはめちゃくちゃこの機能がおすすめ。ちょっと太めの線の方がポップで可愛いイラストになります。細すぎると、なんていうかな、写実的な感じなんですかね。はい、細かすぎるとね、ちょっと可愛らしさというんですか、がなくなってきちゃうので、ちょっと太めでも全然大丈夫です。ボディ描いた人は、はい、やりましょうね。手を離す、編集押す、形をきれいに整える。これをやるとね、かけてしまうんです。いい感じに。で、今日やってるこの車のイラストとか、写真の上から線をなぞるタイプのこういうイラストのことをイラストレーションフォトグラフィーって言います。これを覚えておくと本当に何でも描けるようになるので、例えばこの車だけじゃなくて、この服、写真撮って服のところのね、イラストを描いたりとか、そういうこともできたりします。よかったらね、後ろのところにあのパネルの右側にアミティ先生ワークスっていうのもね、ありますので、それも下のところにね、あの人の服のところがこうイラストになってたりするんですけど、これもイラストレーションフォトグラフィーっていう技法を使って描いてます。では、できた人から大丈夫です。新しいレイヤーをプラスで追加してください。レイヤー4です。レイヤー4。レイヤー4を追加したら、レイヤー4をギュッと長押しして、ここちょっと難しい。レイヤー3の下に持っていきます。で、このレイヤー4に色を塗っていきます。これね、ちょっと塗っていくんですけど、でこうやって塗ると、黒の線が一番上で、次にこの赤色の色が塗れます。黒の線はね、消えないんですよ、こんな感じで。で、色を塗るときに、この縁をね、まずこうやって、縁をこうやってなぞってから、塗りつぶしがこう、ポーンって、右上の赤色のところ、ポーンってやると、塗りつぶしが簡単にできるんですね。なので、全部わーってなぞってもいいんですけど、時間かかっちゃうので、まずこうやって縁をね、きれいになぞってから、囲ったところを、赤色でポンってやります。
赤いところの色を変えたいなと思ったら、赤いところの上から違う色をかぶせると色が変わります。なので後からでもね、こんな感じで簡単に色を変えられますので、はい、好きな色にしてください。来ました。影いきますよ。影普通に塗ってるだけだと、まあ、こういうベタ塗りなんですけど、影をね、こうやってちょっとつけるだけですごい立体感が、わかりますか？ここね、この影をつけます。影つけます。ではできた人、新しいレイヤーを5、レイヤー5を作ってください。レイヤー4の上に新しいレイヤー5をつけてください。つけてください。で、5をタッチ、レイヤー5をタッチして、マスクをクリップっていうのをつけてください。マスクをクリップ。そうすると、こうね、5のところに塗るとはみ出さないように塗ることができます。はみ出さないように塗ることができます。じゃあ今塗っている色、この赤色ですね、赤色、今使っている赤より少し暗くするんです。少し暗くして塗るとこんな感じでちょっと影っぽい色になりますね。で、こんな感じで影を塗っていきますね。で、影を塗るとき、どこ影か分からないですね、今。どこが影？分からないときは、画面を半分半分に分けます。画面半分半分に分けます。車、タッチ。そうすると、こんな感じで、横にね、車を分けて、これで、この影、大体この下のあたりくらいですね。っていうので、この赤いボディのところに、影をちょっとつけていきましょう。まあ、下の方ですね。下の方は大体影になってますので、影を。うまいですね。プロクリエイトは。あ、使ってらっしゃる。さすが。もうどんどんそれでね。うまいじゃん。すごいキッズ。素晴らしいですね。やっぱね、キッズの方が飲み込みが早かったりするんですけど。よいしょ。模様をつけると、今これ影だけつけてる状態なんですけど、模様をつけると、はい、こんな感じです。模様。では、新しいレイヤー6。6作ってください。レイヤー6です。で、これも同じタッチして、マスクをクリップ。マスクをクリップをしてください。で、ここにね、好きなブラシを乗せていくんですけど、例えば、オーロラっていうブラシね、上からの部分。わかります？またね、はみ出さないように塗れるんですけど、こんな感じでちょっと模様がつくんです。なので、ここで、ね、皆さんちょっとね、いろんなブラシを見てほしいんですけど、ここの中から、例えば、ラッピー先生、レトロっていうボックスの中の、マートルっていうちょっとつぶつぶのやつを取りますね。それから、こう模様をのせたいところだけ、わーってのせちゃいます。ちょっと今ね、色が濃いんですけど大丈夫です。色濃くても後から変えるから。で、いらないところは消しゴムで消すと。っていうのをちょっと皆さん好きなね、やつでやってほしいんですけど、どんなブラシがあるかなっていうのをみんな一回ちょっと、プロクリートのね、このブラシのところを見て、好きなやつをね、見つけてみてください。あ、これだって感じのやつ。アーティスティックっていうフォルダー結構面白いかも。かわいい。それをまた、このね、さっき N ボタンを押したでしょ。 N ボタンを押して、 N ボタンでこう下にスライドできるんですよ。この N ボタンを押してから、 N ボタンを下にスライドとかすると、これでね、また色が変わってくるんです。ここの不透明度で薄くしたり濃くしたりもできるし、ここでなんかオーバーレイとかスクリーンとかいろんなモード、色の重なり合いのモードみたいなんですけど、これでちょっと変えるだけで一気にこう雰囲気が変わったりします。自分が好きなこの色合いというか、ここでもまたちょっと変えますね。模様をつけたら完成になりますので、皆さん最後ね、個性を出してください。ポイントは、色の重なり合いですね。色の重なり合いを N ボタンでちょっと変えてみると、ここの N ボタンでちょっと変えてみると、ちょっとほんの
色が変わったりするので、みんな色が個性が出ますね。赤い車にしてる人が少ない。みんな色を。すごい、初めての方もうまいですね。いい。素敵。模様がいいですね、皆さん。今回動画撮らせてもらってるのは前のメンバーだけですけど、後ろもいい感じにできてると信じて、最後ちょっとね、送ってもらいますので、皆さん、今保存したら、エアドロップっていうのを使って送っていただきたいと思いますので、画面切り替えられますか。ではできた人から見ていきましょう。送ってくださった皆さん、ありがとうございます。あ、すごい、これも素敵ですね。後ろにグリッドが入ってたり、ちょっとこうね、ペンキで塗ったような感じで、おしゃれですね、素晴らしい。これもいいですね、ちょっと稲妻っぽい感じのもの。あ、ドットもいいですね、これ、色合い素敵、オレンジとブルーですね。ああ、もう周りに色々つけてくださってありがとうございます。素晴らしいですね、ドットもいい感じで。はい、皆さんすごい、提出率がかなり高いです、今回ありがとうございます。はい、どうでした皆さん、難しかったですか。楽しかったですか。良かったです。ありがとうございます。はい、今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思うんですけれども、今日のやつ、もしかしたら YouTube 撮ってるので、アーカイブ残るかもしれないので楽しみにしておいてください。皆さん YouTube でアンティ先生で検索して、iPad の使い方いろいろ見てもらえると嬉しいなと思います。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。Wow.